前、まあ、マリン選手とやりたい、マリン選手が参加してそこにマリン選手とやる意味がある、そこの価値を自分の中ではすごく大事にしていて、コロナで帰ってきて2週間自粛かもしれないけど、でもやっぱ実戦で得るものっていうのは特別なものがある。今回の試合って何が違うって、スピードとか動きも違うんですけど、自分のエラーが少ないんです。ミスをしない、エラーをしないっていうところがちゃんと打てっていうところにつながってくる。相手の力を利用するっていうのが私のバドミントンだったんですけど、そうではなくて一球一球自分の力を使って打つ打つ、それが強い選手なんだなっていうのを今になって気づきました。10月10日今空港でこれから出発するところです。久々の遠征と、まあ、コロナでちょっと不安もありますけど、私は今試合がしたかったのですごく楽しみでワクワクしています。まずは無事に感染対策をして飛行機に乗りたいと思います。やったよ。さあホテルに到着しました。やっと。それでさっき PCR 検査を受けて結果待ちをしながら、今日は各自で部屋で休みます。今回この部屋です。一人部屋なので、なんと浴槽がついているんです。奇跡。はい今日は午前中サブ体感アップコートで練習して2回目の練習です。でなかなか試合会場で練習できる時がないので、すごく大切な練習になっています。タウンコート、これが試合会場です。10月13日さあいよいよデンマークオープン初戦が明日に迫ってきました。すごいなんか緊張っていうよりはもう早く試合がしたくてワクワクしています。まあ、今までコロナの期間中自粛から自粛明け練習積んできたことが出せたらいいなと思ってますし、まあ、それが結果に結びつかなくてもとにかくパフォーマンスとして明日出せたらいいなと思っているので本当に楽しみで、不安だったりっていうのは全くないです。これ今まで以上にやっぱ練習できてきたので、やれること全部やりきってこようかなと思ってます。じゃあ頑張ってきます。今試合が終わってホテルに帰ってきて、通りウキウキワクワク、不安とかっていうよりも本当に早く試合がしたいなっていう。今日のスコットランドの選手は結構強い選手で、後半2ゲーム目も19まで迫られたんですけど、あんまり焦るというよりも、終始落ち着いて試合ができたかなと思います。今日はケバブを買いに行こうかなと。Hi, I want a kebab. One. Yeah. Thank you. Yeah. よし。じゃん。いただきます。食べ終わりました。すごい味濃いし、多分塩分取りすぎた。疲れた体にはベリーベリーバッドな食事だったかもしれないけど、気持ちは満たされたから結果 OK。
10月17日土曜日です。今から準決勝の会場に向かいます。まあ、今日からあのいつも通りのツアー750に参加してる相手で、まあ、前衛では戦ってるんですけど、その前に1回負けてる、まあ、強豪です。パワーのある選手なので、まあ、このコロナ期間中に取り組んできたディフェンスっていうのが、まあ、鍵になってくるかなと思うので、自信持って練習の成果を出し切っていきたいなと思います。行ってきます。はい、いよいよ決勝戦です。今から会場に出発するところです。不安というか怖さっていうよりも本当にワクワク楽しみで仕方ないっていう感じです。まあ、あの相手がどういう対策をしてくるか分かんないので、試合序盤で相手の出方を見ながらいろいろこう作戦を変えて自分の試合にできたらいいなと思ってます。まあ、あの相手がどうであれ、自分が今までこの半年間練習してきた成果を思いっきり出し切ってラストゲーム走り切りたいなと思ってます。じゃあ後でいい報告ができるように頑張ってくるので待っていてください。行ってきます。優勝しました。勝ちました。今やったよ。ようやく1年半ぶりのタイトルです。まあ、強い選手が参加してない中で久々の試合でっていうのはいろいろ条件ありますけど、とりあえず勝てたこと良かったです。ほっとしてます。楽しかった。マリン選手早かったな。まあ、またゆっくり話したいと思います。ようやく2018年の香港オープンぶりの優勝です。久々のトップ選手とのやり合いで、もちろんうまくいかないこともあって、相手のマリン選手は動きのスピードだったりショットのスピード、あのアタックの鋭さっていうのはある選手なので、そこに対してやられてしまったりうまくいかないことも何回かあったんですけど、本当にそれすら全てが楽しくて、うん、相手にやられて次やられないにはどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、相手がまた自分が対応して向こうが対応してきてって、本当に1試合の中での駆け引きもあるし、1ラリー1ラリーのラリーの中の駆け引きもある。まあ、前半1ゲーム目19点っていう本当に緊張感のある内容でしたけど、いつもだったらちょっと自分もこう点数欲しくなって取りに行って力入ってミスとかしてしまう場面でも、しっかりこう冷静にラリーして配球、自分らしい配球ができましたし、2ゲーム目も中盤相手がちょっと混乱している時も自分は落ち着いてこう勝ちに対して急ぐのではなくて落ち着いて1ラリー1ラリーしたので、徐々に点数が広がっていって、それが最後まで続けられたかなと思います。まあ、今回、まあ、私たちプレイヤーも自分の試合以外は会場の中に入れてないので、やはり映像と生観戦では本当に大きな差があるなと、音であったり空気感っていうのはやっぱりビシビシ伝わってくるものがあると思うので、本当に生でバドミントンだけではなくてスポーツ観戦をしてもらいたいなっていうのは改めて今回思いました。なので、まあ、コロナがとうまく付き合いながらスポーツも開催再開していけたらいいのかなとは思ってます。そういった方向に向かっていけばいいなと思います。また新たな次のターゲットに向けて Keep Hard Training していきたいなと思います。ありがとうございました。